新型コロナウイルス感染症により、2ヶ月以上も延期された小中高に投稿開始が来る13日、高校3年生から順次開始される。しかし、ソウルイテウォンクラブで発生した、集団感染が拡散される中、投稿開始を心配する声が高まっている。11日、教育会によると、 高校3年生は登校してすぐ夏休み前までに重要な試験が5回連続する。登校開始の翌日、京畿道教育長主管の全国連合学力評価を開催。事実上、今年初めて実施される全国単位の模擬テストとなる。その後、中間試験を差し挟み、6月には最も重要な、 6月も議評価が行われる予定だ。全国教職員労働組合のチョンヒョン人報道官は、若い層と首都圏を中心に、再び感染者の増加が見られる。学校現場で登校が可能な状況かという不安は増しているとしながら、専門家の意見を優先にして、登校延期も再び考慮しなければならないと明かした。